おはようございます。川添農さんです。はい。今日はですね、ミニカボチャを収穫するタイミングについて解説していきたいと思います。はい。うちはですね、空中栽培でミニカボチャを今実らせているんですけど、だいぶですね、もう雨という雨が続いて、下の葉っぱがやられちゃってますね。はい。もうね、予防も何もできなかったので、今は雨が降ってないんですけど、まあ、かぼちゃはね、見に来たら、だいぶ売れてたので、収穫していってます。はい。ほら、もう黄色くなっちゃってる。で、収穫するタイミングなんですけど、はい。かぼちゃはですね、ここ。ここを見るときに、茶色い部分が今多いと思うんですけど、まだ売れてないかぼちゃはですね、ここが緑なんですよ。緑の方が多いんですよね。はい。上の方はまだだいぶ緑なんですけど。はい。で、熟してくると、ここがね、茶色くどんどんコルク化していくので、これがもう収穫するタイミングですね。あまり落ちすぎると、まあ、特に長雨とかだったりするので、腐れやすくなる場合があるので、はい、もうこのくらいで収穫していきたいと思います。で、空中栽培のいいところは、地面にカボチャがついていると、こうやってね、色が黄色くなっていくんですよ。ただ、空中栽培の場合は、はい、全体が綺麗にね、色づいてくるので、いい実が収穫できるんじゃないかなと思います。で、実際にハサミでこの辺をちょっと、はい、こんな感じですね。で、かぼちゃは収穫した後、そうですね、3週間ぐらい置いておくと、甘みがより増して、いいかぼちゃの美味しさが引き立つんじゃないかなと思います。やっぱりさつまいもとかと一緒で、収穫した直後に食べるんじゃなくて、はい、3週間ぐらい時間を空けて乾燥させておくと、どんどんね、美味しい糖分ができてきて甘みが増していくと思うので、それまでは、まあ、日にちを空けておいてください。入らない。可愛いですね、やっぱり、うん、いいかな。はい、なかなかね、色づかないなって思ってたんですけど、まあ急に結構ね、全体が売れてきたので、はい、まああとは持ってくれればいいんですけどね。本当だいぶね、下の方が黄色くやられちゃってるので、まだ上の方は葉っぱも綺麗で写ってはいないんですけど、まあ、徐々に写ってくると思うんで、まあ、とりあえず引き続き、かぼちゃ上の方もね、栽培していきたいと思います。よかったら参考にしてみてください。ということで、またチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。